名所、史跡巡り岡山編。動画ではサクッと旅行してますが、実際はすごく大変でした。その裏話を番外編として紹介します。今回の旅企画は、新しい車を買ったから始めたのです。新しい車ですので、新しい最新のナビをつけています。今までと違い、地デジ対応でテレビが見れます。松山城の雲海を見るために、夜通し高速を走って、パーキングエリアで仮眠を取ろうと思って、そういえばナビでテレビ見れたはずと地デジをつけると、電波を受信できずにテレビが映りませんでした。備中松山城はシャトルバスで頂上の方まで行って、そこからさらに登山をするのですが、9時前に行ったのでシャトルバスがまだで、5分の距離なら余裕だろうと歩いたのですが、これが結構な登山でした。そしてこの点線の部分、点線で省略してるので近くに見えますが、これがかなりの急勾配の登山でした。相当は露知らず、なんとサンダルでこの日本一高い山城に登りました。日野城は頂上まで車で行けるので、今度こそ余裕だろうとスニーカーに履き替えずに、またしてもサンダルで行きました。しかしこの登山のための杖が設置されているのを見て、気づかなければいけませんでした。頂上に着いてからのぐるっと一周、頂上を回る3キロの道のりが地獄の登山でした。これをまたしてもサンダルで乗り切りました。そして最後の難関、最上稲荷。この案内板、すごく近そうに見える、ここの距離半端ない登山でした。これはこの巨大鳥居を見て気づかなければいけませんでした。というのも、このような巨大鳥居がある理由は、巨大な山がご神体であるため、鳥居も巨大になるのです。え、さすがにスニーカーで登ったんだろうって。登山する気なんて最初からなかったので、もちろんサンダル。そしてこの案内図では、本当に近く描かれているここの距離、すごく長かったです。びっくりしました。最後のこの石階段、意地になって階段ダッシュしています。これで完全に膝が壊れました。帰りの急な下り坂、サンダルが滑って本当に大変でした。最後に日蓮聖人像があり、高松城攻めで秀吉が本陣を敷いた場所まで行きたかったのですが、そこへ至るまでの坂道を見て膝が動かなくなって断念しました。岡山はとにかく登山が大変でした。これで吉備の中山とかにも行っていたら、さらに歩かなければいけませんでした。皆さんはくれぐれもサンダルでは行かないようにしてくださいね。